ニンテンドークラシックミニファミリーコンピュータは1980年代から1990年代にかけてニンテンドーが販売した家庭用ゲーム機ファミリーコンピュータの復刻版で2016年11月10日に発売された。海外版ファミコンであるニンテンドーエンターテイメントシステムの復刻版ニンテンドークラシックミニ NES クラシックエディションについても解説する。 ファミリーコンピュータを当時のデザインのまま小型化しており、ロムカセットを挿して遊ぶことはできないが、当時のゲームのうち30種類が標準で内蔵されている。2017年4月には生産を一旦終了することが任天堂から発表された。生産を再開する際には改めて告知するとしており、2018年5月14日に生産を再開し、 同年6月28日より、店頭販売再開することを発表した。2018年9月15日に、Nintendo Classic Mini Family Computer と、Nintendo Classic Mini Super Famicom の2つに加えて、Nintendo USBAC アダプターが付属された、Nintendo Classic Mini Double Pack が、15,077円にて、発売された。形板は、CLV-101。 本体サイズはオリジナルの60%の縮尺で再現されている。コントローラは直付けで2つ用意されているが2コントローラのマイク入力はダミーである。CPU にはアルウィナー製ソックチップ R16 が使われている。入出力端子は映像、音声出力用の HDMI 端子と電源供給用のマイクロ BUSB 端子が用意され、 商品には、本体以外に接続用の、ハイスピード HDMI ケーブル、電源供給用の USB ケーブル、取扱説明書、保証書、マイニンテンドー番号チケットが含まれる。ただし、AC アダプタは、標準添付されていないため、オプションとして用意された、純正のアダプタもしくは、スマートフォンの急速充電などに使われる5 v 1 0 a 5W 以上の出力ができる USB の A コネクタに電源供給が可能なアダプタが必要で、公式サイトではテレビ、PC 等のスタンダード A コネクタから電源を供給することによって動作するとしている。製品の特徴としてはゲームプレイ中にリセットボタンを押すことによって集団ポイントをゲームごとに最大4つまで保存することが可能になっている。また、 通常の HDMI 出力による高精細モードのほか、当時の表示を再現するアナログテレビモードを搭載している。セロ、B。ゲームの追加は不可能。ここでは日本、海外版収録タイトルを混合で表記する。どちらに収録されているかはセルカラーで区別するほか、片方に収録の場合のみ微考欄に記述する。 ニンテンドークラシックミニの本体ニンテンドークラシックミニのコントローラニンテンドークラシックミニは1980年代から1990年代にかけてニンテンドーが日本国外で販売した家庭用ゲーム機ニンテンドーエンターテイメントシステムの復刻版として豪州で2016年11月10日に北米東欧州で2016年11月11日に発売したゲーム機 日本国内では未発売で発売の予定もない。本機の制作はフランスにある任天堂の子会社により企画された。開発当初は任天堂エンターテイメントシステム用のゲームソフト、数十作品を一つの基盤に収めることだけが決まっていたが、後に NES 本体の形を再現することでファンアイテムとしても扱えるよう開発が進められた。なお、 国内版と海外版は一部収録タイトルが異なる。元の NES 本体を手のひらに乗るサイズに小型化し、そこに、Nintendo をはじめとする各社のゲームソフトを合計30タイトル内蔵している。パッケージの中には、本体とディスプレイを接続する HDMI ケーブル、本体に接続して使用するコントローラー1個のほか、電源を供給するものとして、欧州、 豪州版では USB ケーブルが北米版では ACE アダプタが同梱されている。本機のコントローラは個別でも販売されており、コントローラを本体に2個接続することで2人、プレイ対応のゲームソフトを2人で遊べる。なお、このコントローラは任天堂の家庭用ゲーム機 Wii、Wii U にも接続でき、NES 用ゲームソフトなどを再現したコンテンツ、 バーチャルコンソールを遊ぶ際に使用できる。2018年7月7日には、集英社発行の漫画雑誌、週刊少年ジャンプの創刊50周年を記念し、同志連載作品が原作となったゲームや同志が制作に関わったゲーム20作品を収録した、任天堂クラシックミニファミリーコンピュータ週刊少年ジャンプ50周年記念バージョンが発売された。 収録ゲーム以外の仕様としてパッケージがジャンプの雑誌イメージをそのまま再現していること、本体色が金色であること、本体前面の FF マークの位置にジャンプの海賊マークが付されている点である。以下のゲームが収録されている。ありがとうございます。